テイラー・ウィリアム・アンドリュー・グリーンは、カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州、コモックス出身のプロ野球選手。右ト左ヒ現在は、MLB のミルウォーキー・ブルワーズの参加に所属している。高校時代は、ブリティッシュ・コロンビア・プレミア・ベースボール・リーグの、パークス・ビル・ロイヤルズでプレー。高校卒業後は、カリフォルニア州のサイプレス・カレッジへ進学。2005年の MLB ドラフト25巡目で、 ミルウォーキーブルワーズに入団。2007年にはアイブフワールドカップ。2008年には北京オリンピック野球世界最終予選にカナダ代表として出場した。ただし、北京オリンピックの本戦では代表入りしなかった。2011年8月31日のセントルイスカージナルス戦でメジャーデビューを果たした。2012年は打撃不振で 3A での成績が 前年のオプス九百九十七から七百五十三に下降。メジャーでも代打や内野の控えとして五十八試合に出場したが打率一割台に終わった。二千十三年一月十七日に第三回 WBC 本戦のカナダ代表が発表され代表入りした。二千十五年オフの十月二十日に第一回 WBSC プレミア十二のカナダ代表に 選出されたことが発表され代表入りしている。abteamcanadaqulifiesforolympicscanada.com ハットハーディリッチモンドソニーインアディット 2wbc プロビナネルロスターベースボールカナダ2015年2月19日閲覧2013ワールドベースボールクラシックプロビナネル ロスター・ベースボール・カナダ2015年2月19日閲覧2013トーナメントロスター・ザ・オフィシャル・サイト・オブ・ワールド・ベースボールクラシック2015年2月19日閲覧ベースボール・カナダ・アンウンセス・ロスター・ホー・ノーグ・アールプルミエ12ベースボール・カナダ2015年10月24日閲覧2015ベースボール・カナダプルミエ十二ロスター・ベースボール・カナダ2015年10月24日閲覧 ありがとうございます。